こんにちは、お肉です。ということでね、ちょっとこの画角から失礼します。っていうのも、なんとですね、明日のスッキリに J.Y.Park さんが出演しますということでですね、めちゃめちゃ楽しみですし、まあね、今2次プロジェクトシーズン2の今オーディション真っ最中ということで、パークさんが日本にね、来てくれてるんですよ。パークさんはリモートで出演したことはあると思うんですけど、直接この会場に行って、 出るっっっていうのののはね私の記憶の中であったっけなかったですよねなのでスタジオに来るっていうことがめちゃめちゃすごいことだと思いますし2、まあ、次プロジェクトシーズン2についてねいろいろ聞きますっていう感じだったんでいやめっちゃ めっちゃ楽しみですね。もうこれはもういろいろ聞いちゃいましょう。そして多分ね、虹プロジェクトと虹プロジェクトシーズン2の違いだったりっていうのもきっとね、いろいろ明らかになってくると思うんですよ。なのでそういうところについてもまあ私がわかることちょっとありましたら明日動画にね、まとめようかなっていうふうに思いますので、ちょっとパークさんが出演するのを楽しみにしたいなっていうのとともにね、ちょっと虹プロジェクトシーズン2多分放送はすごく後になるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりそのパークさんがプロ プロデュースした日本の初ボーイズグループということで、こちらもね、かなり話題になっていくんじゃないかなと思っていますので、明日、とりあえずね、続報を待とうと思います。しかも、NiziU についてもね、何にも話さないってことはないような気がしてるんで、NiziU のことも喋ってくれるのではないかなっていう、NiziU、まあの違いだったりとか、n i z i プロジェクトシーズン2でどうね、変わったのかとかね、そういうこともね、多分詳しく教えてくれるのかもしれないですね。まあ、スタジオに来るってことはまあままああ話すす思いますのでそこら辺も ちょっと楽しみにするとともにパークさんの日本語もうめちゃめちゃ上手かったんですけどさらにね上手くなってるかもしれないんでそこら辺も楽しみにしたいと思います。